こんにちは、大宮です。今日はベル&ロス BR03-94 マルチメーターを紹介していこうと思います。デザインは機能に従うというベル&ロスのブランド哲学を体現した2022年の新作時計です。スポーツ競技に使用される計測器をイメージしたデザインが特徴で、アスリート向けの特殊クロノグラフ機能を搭載したモデルの紹介です。今回の動画でははじめにウォッチボックス、時計のサイズやケースについて紹介します。そして持ち場、ケースの裏側、ベルトの解説、最後に実物を見た感想についてもお伝えします。ぜひ動画を最後まで見ていただいて、何かコメントを残してもらえると嬉しいです。まずはウォッチボックスですが、ブラックの外箱にはベル&ロスのロゴが入っています。開けると中にはユーザーガイドとギャランティーカード、ナイロンストラップ、そしてマルチメーターのカラーリングの特殊ワッペンが入っています。内箱はブラックのソフトレザーにベル&ロスのロゴが入ったシンプルなモノデザインになっています。無駄のないデザインは時計をつける前の気持ちを高めてくれます。シンプルですごくかっこいいですよね。それでは今回紹介する腕時計について見ていきましょう。今回ご紹介するのはベル&ロス BR03-94 マルチメーターです。ベル&ロスは1992年創業のフランス生まれの時計ブランドです。理想の時計とは機能に従うというブランド哲学に基づき、視認性、機能性、信頼性、高精度の4つの基本原理を盛り込んだ時計作りを行っています。一部のプロフェッショナルに愛用されていたベル&ロスの知名度を一躍上げたのが BR シリーズです。航空ケーキをモチーフとした角型のビジュアルが特徴で、シンプルで機能的なデザインは多くのファッショニスタたちにも愛されました。 BR03 は BR シリーズの中でも最も人気のモデルです。 GMT やパワーリザーブを備えた多機能モデルや限定モデルも多数ラインナップされており、豊富なバリエーションも魅力です。本作のカラーは1種類で、世界限定500本で展開されています。それではまずはケースについて見ていきましょう。ケースの素材はマットブラックセラミックを採用しています。ケースデザインはアイコニックな BR01 の四角と丸を組み合わせたケースを生かし、防水性を備えたモデルとなっています。このデザインは時計職人による航空機のダッシュボードの解釈を形にしたものです。ケースの上にはケーキを思わせる装飾のネジがついており、いかにも耐久性の高いツールウォッチであることが見て取れます。刻みの入ったリューズは操作性が高く、ブランドロゴマークが浮き彫りにされています。リューズの上下にはシンプルにデザインされたクロノグラフの操作ボタンが配され、ケース全体のデザイン性の高さが見て取れます。ケースの直径は 42mm、 厚さ 12.8mm とベル&ロスらしい存在感のある大きさです。もう一つの人気シリーズの BR01 シリーズよりも少し小さいケースで、日本人の腕にちょうど良いサイズと言われています。他の BR03 シリーズと同様のスクエアケースにマットブラックセラミック素材が目を引きます。セラミック素材のため傷がつきにくく、低アレルギー性で金属アレルギーの方でも着用しやすいです。サファイアガラスには反射防止加工が施されているため、どの角度からでも見えやすく、実用に富んだ作りとなっています。次は文字盤について詳しく見ていきましょう。この時計の最大の特徴は文字盤のデザインです。人目を引くカラフルなビジュアルが魅力ですが、この配色は機能ごとに分けられています。一番外周に配置されているオレンジ色は心拍数を計測するパルスメーター、その内側にあるダークグリーンは呼吸数を計測するアズモメータースケールを表しています。そして3種類のタキメーターは、 1km のタキメーター1はホワイト、 200m 計測のタキメーター2はペールグリーン、100m 計測のタキメーター3はライトグレーという構成になっています。それぞれの距離を走り終えたタイミングでストップボタンを押すことで、対象の平均時速を計測できます。タキメーター1は車、タキメーター2は自転車、タキメーター3はランナーといったように、それぞれ最適な計測対象が異なります。通常のベル&ロスのモデルでは4時と5時の間に日付表示が配置されていますが、本作では視認性を向上させるために12時と1時の間に配置しています。文字盤の左側には小さなユーザーマニュアルが表示されているため、各種スケールの使い方や読み方を参照できます。上からパルスメーター、アズモメーター、タキメーター1、タキメーター2、タキメーター3が記されています。例えばオレンジのパルスメーターを見ると、ベースと表示された欄には15ビーツと表示されています。
これは脈拍が15回になったところでストップボタンを押すことで、その時クロノグラフ秒針が指しているところが1分間の脈拍数を示していることになります。一見すると複雑そうに見えますが、実際には見た目ほどではなく多機能でありながら使いやすさにこだわって作られていることがわかります。そもそもベル&ロスは形は機能に従うというコンセプトを掲げ、視認性と機能性に優れた時計を生み出してきたブランドです。本作はそんなブランドコンセプトを洗練されたデザインで体現した一本といえます。次は時計の裏側を見てみましょう。時計の裏蓋にはケース素材と同じブラックセラミックの素材で、ブランドロゴやモデル、型番などの情報が刻印されています。搭載ムーブメントは自動巻きのキャリバー BR301 で、パワーリザーブは約42時間。多機能のため複雑な作りに思われるかもしれませんが、こちらのムーブメントはベル&ロスの他のクロノグラフモデルにも搭載されている一般的な自動巻きムーブメントで、インダイヤル2つのクロノグラフに加え日付表示機能を備えています。ムーブメントの作りはあくまでも必要最低限にしながら、文字盤のデザインで充実した機能を表現しているのは機能美にこだわるベル&ロスならではと言えるでしょう。ベルトにはブラックラバーベルトを採用しています。パーフォレーテッド仕様のため通気性が良く、ラバーベルト特有の肌に張り付くような不快感が軽減されています。バックルはケースのブラックに合わせてブラックの PVD 加工が施されています。替えベルトにベルクロ式のナイロンストラップが付いているため、服装やスタイルによってベルトを付け替えることも可能です。スポーツシーンに最適な多機能を盛り込みながらも着用感に優れているため、日常使いもしやすい一本です。防水性能は 100m 防水で、水上スポーツやスイミングをはじめ 100m までの水深でのスキューバダイビングでも使用できます。高い防水性を持っていますが、時計をつけたままシャワーを浴びたり温泉に入ったりといった行為は時計が故障してしまう原因となるため避けるようにしましょう。今回のベル&ロス BR0394 マルチメーターの感想ですが、これは実際に見てみるとユニークかつ極めて洗練されたデザインだと思いました。角型のダイバーズウォッチは他のブランドになく、ケーキを思わせる素晴らしいデザインと高い加工品質のケースはとてもバランスが優れていると感じました。これだけの情報量が多く、カラフルな文字盤上でも中央の白い3本の針がとても見やすいのはデザインが優れているからでしょう。一見すると複雑で分かりづらそうな機能にも見えますが、多機能でありながらも使いやすく考えられていることがよくわかります。ベル&ロスは形は機能に従うというコンセプトに基づいて、プロフェッショナル仕様の最高の機能性とデザイン性を融合させることを目指した時計作りの姿勢を象徴しているので、このモデルはベル&ロスを知るのにうってつけの一本だと思いました。特に30歳前後から50代前後の男性には良いパートナーになってくれるはずです。お取り扱い店舗は大宮、心斎橋店、京都店、仙台店となっております。ご購入をご希望の方はぜひ店舗までお問い合わせください。概要欄にもリンクや詳細を記載しておきます。また保証期間は2年間となっております。ということで今回はベル&ロス BR0394 マルチメーターについてレビューしました。本日の動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。この動画がいいなと思ったらぜひ高評価もしくはチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントで感想やレビューをしてほしい時計のリクエストを教えていただけますと嬉しいです。それではまた次回の更新をお楽しみに。ありがとうございました。